ミスを起こすんですね、人間って。心拍数が上がるとミスを起こす。その警察に追いかけられるっていうことに対して心拍数は全く上がらなくなって逃げ切れるようになったっていう。もうその当時から碓氷峠っていうと、もう関東近県が全部集まってくるっていう、うまいやつだけ行ってみるだけっていう、行ってみたらとてつもないやばいところだったっていう。ここはですね、碓氷峠の、まあ、コーナー100個目ですね。184個あるうちのポルシェもフェラーリもランボルギーニも全てかもれる。それらの車はパワーがあるだけで下りに対しては強い車ではない。軽いブレーキングだったのが深いブレーキングじゃなきゃもう崖下に落ちてるとか、行ってみたらこれはとてつもないレベルだからやめようってこう帰って、小諸の高峰高原で練習して上手くなってから碓氷峠デビューしましたね。昼間普通の会社に行って、夜キャバクラで働いて、ピンシャロで働いて、金を作って車をカスタマイズする金をなんとかする。小諸の高峰高原っていう標高 2000m の下りで勝負してたり、あとは上田に菅平っていうところがあって、そこの山道ですね、峠でバトルをしてましたね。どうだろう、それはね、時間的には分かんないですよね。もう血はだらだら流れてるし、時間的にはもうなんか、あ、このまま死んじゃうんだろうなっていう感覚で、まあ上田市のコーナーですね。そのコーナーは90キロでしか曲がれないってみんなが言うところを100キロで入ってって、曲がれなくてぶつかって事故って入院しました。でそこからやっぱりこう3ヶ月入院してる間に、もっとこう上手くなりたいなっていうね。で上手くなって、そう、碓氷銀座デビューしたいなって、碓氷峠行ってみたいなっていうね、っていう自分で納得がいったのが3、4年かかりましたよね。諏訪のトップとか上田のトップとか小諸のトップとかとつるんで碓氷行こうぜっていうね、あいつらやっつけようぜ。あとはやっぱり東京、埼玉、栃木、茨城、千葉、そういうところから来た人たちとこうバトルをするのが楽しかったですね。だからまあ僕にとってこの碓氷峠がなかったら、おそらくプロのレーシングドライバーには慣れていなかったっていう場所ですね。碓氷峠のおかげでプロのレーシングドライバーになれた、そういう場所です。なんか運転してると、あるいはこうバトルをしてると、嫌なことが全部忘れられるっていうかな。だからずっと勝ってたら多分レースなんかやめてたと思いますよ。五体満足である限り、やっぱりどん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 こうテクニックを磨かないと。手足が動かなくなったらやめますね。静かに去っていきますね。走ることが全てですね。こちらのリンクをクリックして G チャレンジオンラインレース大会に登録し参加してください。ファイナルで私とレースしましょう。